状況的にやっぱ天気も悪かったですし、まあ、あの柏もすごく調子が良かったのでやっぱあと強烈なツートップがいたのでその部分でやっぱ守備のところをしっかりやっていかなきゃいけないなと思っていたのでその部分でしっかりゼロで抑えたのは良かったかなと思っています。まあ もちろんいろんな部分カバーだったりラインの上げ下げ,上げ,下げだったりまあいろんな部分はあるんですけどやっぱ柏って基本的にロングボールを使ってくるチームなんでやっぱそこで最初の競り合いで負けないことをすごくまあ大,事大事にしたっていうかまあそれには一番大事かなと思ってましたまやっぱ基本的にセンターバック2人でやっぱしっかり合わせていかなきゃいけないなシーズンを通してまあ2人のやっぱその 2、ねまあ、人のコミュニケーションだったりその見なくても分かるような存在になっていかなきゃいけないと思うんでそれに向けてやっぱしっかりこれからも話し合いながらうままくやっってていければなと思ってます,、まあそうですね、ホームでやっぱ勝てなかったですし、まあ、無失点試合もなかったのでそういう部分で、まあまあ、いろいろ思ったりやっぱ悩んだりしたことがやっぱあったんでやすごく嬉しかったなと思っています。 やっぱこの力がすごくある選手が揃ってるんで、やっぱ特に出し手がいっぱいいるんで、その動き出しとかで置送られないようにやっぱ入れ替わらないようにしっかりやっていかなきゃいけないと思ってます。まあ、今まあまだパフォーマンス的にチーム的にはまだまだもっと上に行けると思いますし。まあ、まだシーズン始まって4試合。 しかやってないんで、まあ、これからやっぱチームみんなでしっかり一丸となって戦っていくので応援よろしくお願いします。